清志郎です。いや、これ髪切ったわけじゃないよ。単純にこういう髪型なんかね、なんかずっとこんな感じでよくわかんないけど。いやー、ウームチップス、いや、YouTuber チップス出ましたね。まあ、それでまあめぐみさんが入ってないと、 YouTube 界のアマテラスことめぐみさんが入ってないって、もう大事件ですよね。やべえ、笑っ、ね、なんかそれでなんか変なキッズチャンネルばっか出てさ、でもなんかいらねって思うやつ多くね。なんか俺、いや、俺はね、そのウームの人すげえなと思ったのは、まあまあなんかね、まあ、建前でやってるのか知らないけどさ、俺ってね、あんまりね、興味ない YouTuber のことって一切調べないわけよ。キッズチャンネルだろうが、チャンネル登録者にね、多かろうが、キッズラインだの、なんか科学チャンネルだの、そういうのはね、調べないんですよ。やっぱ自分好きなものを見るのが YouTube なんで、チャンネル登録者数が多いから、もしね、俺が事務所に所属してたら、事務所の先輩だから、事務所の後輩だから見とくっていうのが、違うと思ってて。まあ、1本目は見るけど、そんな知らないしね、まず。なんか変なやついっぱいチップスに出てね。ゲーム実況者が。でも子供にはゲーム実況者人気だからね。やっぱそこマーケットだからね。だって、すごいじゃん。ゲーム実況者って大体出てたじゃん。やっぱガキが多いからね、ゲーム実況見てんな。俺もそうだったよ。ガキの頃ゲーム実況者しか見てなかった。うん。本当に。キヨさんとか。いろんな人、そういう人見てた。でも今は見てない。いや、単純に飽きたかな。うん、ゲーム実況ってもう飽きたな。なんか見るのあんま見ないよね。ゲームなんかクソもうな、ちょっと1年2年年取っただけでさ、ゲームのことあんま好きじゃなくなった。してるやつがあんま面白くなくなったのかな。何なんだろうな。なんかね、ゲーム見るのに興味なくなっちゃったんですよ、ゲーム実況に。すごい俺ゲーム実況ね、で害悪害悪じゃないけどね、違う、見る側から撮ったよね。その猫店さんが荒野行動やるとか、あんま見るのやめようって俺はなるんですよ。ゲーム実況で今面白い人ってやっぱなんか、それはやっぱ見すぎたんだよな、ゲーム実況。ゲーム実況ね、やっぱ自分でした方がゲーム面白いってことに気づいた。それだけです、はい。人の見てやるよりもね。あ、でも最近ソシャゲは見るかな。でもなんか相当思い入れのある YouTuber、 まあ相当面白い人で相当好きなゲームじゃないと俺は見ないんだよね。うん、どんなに東海オンエアがモンストやったって俺見ないもん。いや、俺モンスト好きじゃないもん。面白くない。いや、本当に敵作るんだよな。いや、みんながやるゲームって俺嫌いなんですよ。あ、みんながやってるからいいか、俺はやんねって思っちゃうんですね。うん、最近なんかね、ゲーム実況見なくなったね。うん、あんまゲーム実況ですごい面白い場面あるんだろうけど、笑えなくなっちゃったし、なんかクソだなって思う。本当にヒカルさんのゲーム実況も見てないもん。だからやっぱすごい昔はゲーム好きだったんですけどねとか言いながら、今スプラトゥーン2の試し場で遊んでるんですけど、まあウームチップスじゃないですか、あれ。 YouTuber チップスって、まあ世間一般はもう刷り込みですよね、やってることが。 YouTuber イコールウーム、 YouTuber イコールとかじゃないよね。イコールでもないよね。もうなんかもうイコールじゃないと思う。なんかYouTuber イコールウームじゃなくてギューってなってる。イコール消しちゃっても YouTuber ウームってなっちゃってる。うん、そうなってるよね。でもなんかさ、思うじゃん、あんなクソなさ、底辺 YouTube、 あ、でも底辺じゃないよ、俺より全然人気だけどさ。だってたかが10万人か20万人のやつら、下手したら10万人もいってないようなやつらも何人かいるんでしょ。それ嘘だ、10万人は全員いってるんだよな。だって誰が外れじゃねえかって俺思うわけだよ。そんな、それ自分でなんかカード売りゃいいじゃん、ポテトチップスなんかにつけないで。なんかで、めぐみさんはチャンネル登録者20万人いるしな。めぐみさんが出れないって生放送で泣いてたらしいですよ。そら泣くわ。そんな、俺がもしウームクリエイターで、よっしゃ、やっとチャンネル登録者10万人で乗れるかなとか、なんかそういう話、あ、来てるんだと、あれ俺来ないって言って、本当俺泣く。ウームなんかもう焼き払いに行くわ、本社。あ、
ポテトチップスに俺のカオス入れないやがってあれだけ交渉してやらないでお前全員殺してやるよみたいな感じになりそうだよね。あ、やばい、これね最悪だよ。これあんま見せない。もう画素数はね後で絆創膏貼っとこう。汚いからね。まあ本当にね、ちょっとカメラ上にしとくか。いやー、まあウームクリエイターのなんかそういうのはダメだと思いますよ。なんかウームチップスってね、で高いしね、185円ってびっくりした。何その値段、強気すぎだよな。200円でしょ。で200円でなんかムーっていうところの宝島ね、あの計算する、ちょっとね、あのウームチップスのムー、ウームチップスじゃ出てこねえんだ。ちょっと YouTuber チップスってそんな YouTuber チャンネル登録者多い人いっぱいいるのにね、 YouTuber で。まあだから俺はそのね、どうね、いいかな、オンラインで購入。何伝説の宝島ムーって意味わかんねえんだけど、そのネーミングセンスどういうこと。何伝説の宝島って。お昼のワイドショーババンバンババンバン、ドゥル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 、ちょっと尖りすぎだな、ごめん。これね、1ケース12袋入り2800円税込みなんですよ。はい、3月中旬以降の発送だって。誰がそんなのこれで頼むかい。1ケース12袋で1つ180、税抜き、171×1.08 は 184.68 円、かける12は2216円なんですよ。これぼったくってんすよね。なぜかネット販売は先行なのか知らないけど、ぼったくってんで2800円ってやばくない。みんな高けんだよ。なんか2240円の白物でやっと2880円でしょ、まあ、税込みでしょ。これで税抜きだったらもうぶっ飛ばしてたけどさ、なんでぶっ飛ばすんだよって。いや、まあひどいよね。なんかめちゃくちゃぼったくるやんって。これやっぱさ、やっぱこれ買うのガキが多いじゃん。だから数字で騙してんだよ。そんなヒカキンはじめ社長、フィッシャーズか誰かのカードなんていらないしね。うん、でその人目当てなら欲しいかもしれないけど、それ目当てじゃない人に立てたら、ただ割高商品だしね。すごいですよね。先行販売だからって言って、なんか値段高くつけて。汚いやり方してんな。金儲けが上手ですねって。一生ウーム入れねえじゃん、こんなことは。まあね。ズレ枠多いよなって。知らない YouTuber しかいないからな。9割知らないもん。それは嘘だ。あ、でも本当に8割くらい知らないかな、下手したら。名前は聞いたことあるけど、動画見たことないやつ8割くらいいるけどな。なんでかってつまらない。めちゃくちゃディスりますよ俺は。なんかね、ウームチップスですからね、やってること。ウームチップスって言ったらもう売れないから、 YouTuber チップスって言って売ってるんじゃん。うん、まあそうだよな。まあ芸人ポテトチップスって言って全員吉本芸人などのなのと同じか。あ、確かにな。 YouTube 界の吉本がウームなのかな。手触り憧れでは、まあ最悪だよな。ここで何
だ、まあ、まあ、いつかいろんな YouTuber が入ったウーマチップス発売してほしいよね。グーザハウスって YouTuber なの？グーザハウスはグーザハウスだ。グーズ？ギーグハウスじゃないんだ。はじめ社長、ヒカキン、フィッシャーズ、キノユ、キッズライン、ミズボン、東海、ヒカル。あ、そっか、東海オンエア出てないな。汚いな。第2弾は東海オンエア入れるんで、どうせ。でもどうせ第2弾、東海オンエアと強チャンネルくらいしかいないじゃん。手触り、なんで東海オンエア入ってないんだろうな。だって絶対ウームチップスっていつから作ってんだろうね。どんご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 ん
入ったのっていつだろうな。まあ、10日目がいつ入ったかって。きつらいんじゃねえや。めちゃくちゃ怒るやん。11月18日でしょ。で、11月18日よりも前に作ってるってことなの。でもさ、ここはね、これ血だ。鼻血鼻血。まあね、11月より前に作ってたとしてもさ、なんかすごい適当なやつらいいじゃん。70クリームとかさ、めちゃくちゃ適当なやつらいっぱいいるじゃん。なんで顔出さない、誰が買うんだよって話じゃない。70クリームのあれ意味わかんなくね。あのカードやっつけすごすぎでしょね。あれはそうですね、なんかふざけてる人何人かいるよな。YouTuber 自撮りチップスって面白くない？てかこれ限定公開動画見せればよかったんじゃないの？そう、あ、ウームってバカだね。なんかで、そのシークレットレアみたいなの作って、そこにさ、シークレットには動画飛べますよみたいな、その YouTube 上のものじゃなくて普通の動画みたいなすればいいじゃん。何考えてんだろうな。ね。え、そこまで頭回らなかったのかな。流れ星。シャイニーシャイニーシャー。限定、ここでしか見れない限定動画もって、それを激レアみたいのでつければよかったんじゃないの。なんかもう 100袋に1枚の限定動画がありますみたいな感じでやればいいのにね。売れないよそれじゃ。チップスって言いながらめちゃくちゃ売れてるけどね。でもあれもなんか、なんだろうな、品薄商法とか、品薄商法なのかな。品薄商法くらいの方がいいと思う。商法じゃないからな。そんな大量に作って売れなかったらどうすんだよって話だからな。うん。え、でもそれすればよくない？動画作ってさ。その、このカード当たった人のためだけに作った動画みたいな。そうすればみんな欲しくない？手触り
それすればよかったのにね。何のための YouTuber なんだって話じゃん。そこまで頭回んなかったか、ウームさんは。それか第2個目でやんのかな。でもそれだと期待が高まる高まっただけでね、あ、なんだ面白くなってなっちゃう。月が変わる、今夜は、シャイニーシャイニーシャワー。まあ、ダラダラトークでした。ちょっとね、あのここね、あのいろいろあってね、いろいろあったんで、そうグロくなってたんで、で絆創膏貼るわ、ごめんな。うん、それが気が気で喋れなかったという言い訳でした。ということで次回の動画で会いましょう。チャンネル登録高評価お願いします。バーイ、はあ、この仕事も楽じゃないな。これユーチューバー、あのトップユーチューバーとかトップユーチューバーの生放送の後、あの終わったことをしっかり確認せずに出てしまった放送事故。ユーチューバー、この仕事も大変やな、みたいな。マネージャーに言って、え？みたいな感じで、その場がざわつき、あ、何しろね、みたいな。はい、ということで今日の妄想劇場でした。では、次回の動画で会いましょう。バイバイ。チャンネル登録、高評価しなくてもいいでーすね。まあ、そうなんでね、そんなする暇あったら違う動画のためにね、ワンフリップなり、ワンクリックなり、ワンタップなりしてください。うん。チャンネル登録、高評価する暇あったら他の動画見ろってことでね。見ろっていうね。うん。チャンネル登録も高評価もね、したくないのであればいいんですよ。だって、心から思って高評価するじゃん。義務の強評価って何それ。狂った評価、強評価、強い評価、強評価、強の評価で強評価って、ビールル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 。まあ、倍なら。皆さんもね、また会う日まで。さよなら。意味深で。ああ、疲れた。ああ、疲れた。まあ、シャイニーシャイニーシャイニー。よし、オーナーさよなら。